アタゴは海上自衛隊の護衛艦。アタゴ型護衛艦の1番艦。艦名は京都府の愛宕山にちなみ、日露戦争期に活躍した摩耶型砲艦3番艦、愛宕。高尾型重巡洋艦2番艦、愛宕に続き、日本の艦艇としては3代目。艦歴。愛宕は、中期防衛力整備計画に基づく、平成14年度計画7700トン型護衛艦2317号艦として、三菱重工業長崎造船所で2004年4月5日に寄港され、2005年8月24日に同造船所において挙港された命名、進水式において防衛庁副長官今津博士によって、愛宕と命名され進水、2006年5月17日に行使開始。なお、当初、艦名は部内応募により、旧海軍を代表する艦名として、長門、および、雪風、が候補に上がったが、長門、は、時期尚早と判断され見送られた。雪風、が落選した理由は不明。2017年4月、愛宕のイージスシステム改修の一環として、OPS-28E が AN、SPQ-9Bytoに装備転換されていることが確認された。同レーダーが潜望鏡探知能力を持つ最新型であるかどうかは不明である。